変なもん踏んで転ぶなよ、レナ。全然平気だよ。ない。ない。ない。早く来ないかな、ミオン。こうなったら一人も二人も一緒だよ。言え、すぐ言え、何買ってこいってか。これこれだけでいいの？しかもこれ、これナイスタイミングだ。うん、ケイちゃん、さっき天に向かってミオン早く買ってこいって言ってたでしょ。なんでだ。やっぱり。なんでわかったミオン。だって声が聞こえたもんね。本当か。それにしてもなんでこんなものをお使いに、しかもたった一個。いいだろう、別に好物だし、俺の今日の夕飯だし。え、これ夕飯だったの？だっておふくろ今日は留守だからさ。なんな、それなら何か作ってきてあげた方が良かったかな。ミオンが？
お前、料理できるのか？失礼な。おじさんを見くびっちゃいけない。料理は得意中の得意なんだからね。何よその顔。だって実際に見てないしな。んーだ、いつか見せてやる。その時はギャッフーンと言わせてやるからね。おう、楽しみにしてるぞ。色をつける組料でサフラン、パプリカ、ウコン、口なしでしょ。それから辛味をつける新味料で胡椒、唐辛子、わさび、からし。最後に香りをつける香味料でクローブ、ミント、タイム、ローズマリー、セージ、バジル、フェンネル、キャラウェイ、フェンネルシード、アニアス、オレガノ、クレソン、ケイバー、月桂樹の葉、コリアンダー。だってレナ、今度本格料理に挑戦するんだって言ってたからね。ミオ、お前、これ全部持ってきたのか？そうだよ。だって罰ゲームだしね。そんじゃあケイちゃん、また明日。よっと。待て、ミオ。待てったら。どうしたの？俺、どうせ暇だし、一緒に持ってってやるよ。いいよ。いいってば。ちょっと。ありがとう。やっぱりちょっと重かったからね。どうした、ミオ。何が？いや、元気がないみたいだから。別に。あのさ。何？部活の時間に呼び出されただろ？あれ、誰が来たんだ？
ああ、ちょっとね。ちょっと、何？もしかして、昨夜のことか？昨夜って？え？昨夜のことって何？だから祭りの後に何か起きたのかなって。ほら、たたりで人が変な死に方したり急に行方不明になったりするって聞いたからさ。誰から聞いた？誰から聞いた？誰から？誰から？ごめん。あ。シオンだね。そっか。やっぱりあいつ。余計なことを。ミオ、別にシオンは。かないで。え？シオンに、もう、近づかないで。シオンにはもう、近づいちゃダメだから。その格好。カエルみたいだよ。ひっくり返って腹出したカエル。ケイちゃん、ケイちゃんは私の仲間だからね。落ち着いたら
全部話す。約束する。だから、もうシオンに近づかないでね。ああ。お板が過ぎるね、シオンも。あんまり嗅ぎ回るようなら、仕方ないね。